というところで、おお、はい、あと引けねえから、はい、契約したよ、もう見てもらおう、ロイヤルスポーツクラブ2の、ね、契約したらこんなものがするから、そら等身大までございますねここで、わしこれからいわゆるバカイザーかな、プニプニをプニプニじゃない、わがままマシュマロボディ、なんだそれ、まあ、なんだったお肉ですね脂肪、脂肪をこれを、はい、もちもちの体にを変えるもんね、まあ、緑、はい、なるほど、緑と言うても、何で用意したらちょっといいよ、まあ、何言うか、まあ、何言うかと申しますと、まあね、なんかそうやっておっしゃっておりますけれどもまあ、手を抜くこともあるかもしれないということで、私たち家臣が、まあ、日々、交代交代で見張り役をしようかと、全然信用されないよ、いやいや、まあ、まあそうですね、まあそうですね、じゃないね、意気込みだけかもしれない、さようだね、はい、まあ、じゃあ第一陣の人たちは稲田、はい、こちら、なるほど、はい、お届けしたいと思いますけれども、今回このロイヤルさんとの肉体改造計画筋トレと陣の初陣ということで、そうじゃん、意気込みとしては、意気込み、意気込みを聞かせ願いたいな、これはもうムキムキのマッチョマッチョの持って持てよ、おー、なるほど、それがもう、あの、叶った時がもう、わしの勝ちでいくさ、勝利かもしれない、ということで、はい、行ってまいろう、ロイヤル第一陣、いぞ出陣、あ、別に、あの、下半身以外であればないです、週2回ケアをさせていただくのが今後のベストだと思うんですけど、ただし週1回はご自身でこうトレーニングするとか運動するっていうのが習慣ができればいいのかなと思います。それがいいと何をしたらいいか分かんないとか、食事のコントロールができないとかいう風になっちゃうと僕に依存しちゃうんですけど、そうなると結局何か僕とトレーニングができなくなったりなんで絶対リバウンドしちゃうんですよ。で、2ヶ月間最終的に僕の存在がいらなくなるのが僕の理想です。安心した、また理解できました、できるできるすごいよできたそうです。本当ですかね、まあ、どれだけ柔軟ができるかでいろいろと鍛え方とか変わってくるかもしれませんね。はいですね、実は囲まれていることでございます。何故かと申しますと、実は本日このトレーニングの柔軟をする前に撮影がございまして、撮影で体を動かしてしまったがためにこたびは柔軟の測定だけということになり申しました。殿はこういう感じなんだと、ちょっとずつ分かってる感じがいたします。初日終わりましたけれども、いかがですか、殿。いやー、きつかったー。きつかった、え、どんな感じできつかったの。え、今日、あれ何されたんでしたっけ。うん、え、数値測定、柔軟、あとカウンセリングですね。今後どういった方針でやっているかという、わしの、いろんなありとあらゆるあられもない個人情報を盛り上がると何を食べてるんですかって聞かれておりましたけど、あの、普段の不摂生がこうどん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 暴かれていくという精神的な面できつかった今日初日は、まあ、柔軟としてはそんなきつい感じでもなさそうでしたけ
わし柔軟性がないからきついね。まあ、確かにちょっと硬いのかなっていう感じを出しましたね。ちょだいぶだいぶ、まあ、もう自覚しとる、まあ、その柔軟さを見て、うん、このトレーナーさんが、うん、どのくらいの圧をかければ良いのかとか一人一人ね、うん、考えてくる。わしにはわしもあった、うん、なんかプランニングというか計画をな、はい、してくれるので、はい、もうすごい素晴らしい先生よ。ですね、このトレーニングというのは何ヶ月くらい、2ヶ月、3ヶ月とか期間を出したの。わしはね、ひとまず2ヶ月って言われた。おー、はいはいはい。2ヶ月、まあどれくらいいけるかな。じゃあ2ヶ月後にはもしかしたら、うん、ムキムキのマッチョマッチョになってるかもしれない。マッチョマッチョはちょっとよく意味があったんですけどそうね、はい、ムキムキのモテモテのマッチョマッチョだったら、マッチョマッチョになってるかもしれない。そうよ、楽しみにしていただきたいですね。そうだな、うん、うん、では、はい、まあ、この企画も、はい、締めの言葉必要じゃない。あ、それでございますね。考えろ、うん、それでは皆さんご視聴お願いします。ウェビオの時刻マチョガオはイエーイ、さらばじゃ。